はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は、バザーが死んでいるということで紹介していきたいと思います。いきなりパワーワードで申し訳ないんですけども、まあ、今回はですね、ドラゴンクエスト10のバザーがオワコンになりつつあるということで紹介していきたいと思います。まあ、というわけで実際にどういう感じなのか、その理由とか、その辺を紹介していきます。早速やっていきましょう。お前はもう死んでいる。はい、というわけで早速やっていきます。まずは、バザーが死んでると言われる原因、一つ目。 オーブの値段。 これがマジで今完全に終わってる。まあというのも、じゃあ、レッドオーブから見ていきましょうか。皆さん、じゃあ、どれぐらいだと思いますレッドオーブの値段って。はい。あ、じゃあ、あなたあ、安いと言われる。じゃあ、5000ゴールド。はいはい、あなたあ、6000ゴールド。あ、なに、バージョン2で引退した人。え ?8000 ゴールドぐらいでしょまあ昔12000ゴールドぐらいしたし、って。はい。そういうわけで見ていくとですね。はい、こんな感じ。<laughs> おぉ、やべえな、これ。とんでもないことになってますね。1個あたり99個売りの方でも、1つあたり3300 ゴールドっってていいいうとんでもななく安い値段になっていま,すまあこれやばいっすよね当時だって普通にさ5000ゴールド切った時にも結構大騒ぎされていたのにそっからさらに加工して今では3384ゴールドでこれ結構今マシな方でですね昨日見た時点ではこれね3000ゴールド かなりギリギリ。もう切りそうな感じでした。ただ30、3030ゴールドとか、それぐらいになってましたね。これ実際にあの配信とかで見たんで、覚えている人もいるとは思うんですけども、まあ、これがとんでもないと。マジで値段下がりすぎ。で、あとこれ、ね、売れてなさすぎ。これ残り9時間とかなってるわけですから、まあ、今ちょっと持ち直して結構値段がね、上がっては来たんですけども、上がってきたとはいえ、めちゃめちゃ安いですよね。で、その他、じゃあブルーオーブ見ていきましょう。ブルーオーブなんかは1個あたり、まあ、こんな感じっすよ。 4,987ゴールドとかになってるんですけども、これもめちゃめちゃ持ち直した方。昨日の時点では4,400ゴールドぐらいでした。まあなので500ゴールドぐらい今値上がってこんなもんなんですが、まあ時間帯的に多分今が結構売れやすいんですかね。で、あとはイエローオーブとか、この辺なんかも、はいこんな感じで。 まあまあまあ、他のオーブに比べればっていう感じはあるんですけども、まあそれでもイエローオーブ下がりすぎでしょで、あとは当時ね、1万3000ゴールドとかしていた、こちらのグリーンオーブ。今いくらかって、はいこんなもんですよ。はい、1個。もう6000ゴールドギリ切るかなぐらいの値段ですね。それぐらい今値段がめっちゃ下がってると。で、あとは一番悲惨なのがこれパープルオーブ。 これマジでやばいんですけど、これちょっと数分前の出来事なんですが、これこういうこともあった。はい、こんな感じ。 一個あたり二千ゴールドで出品してるやつがいると。で、それでもって、なぜかね、それを下回る値段で出すやつがいたりして、で、これ結構残ってたんですよ。まあ、ちなみにね、二千ゴールドの一個上は二千七百ゴールドぐらいっいうことで、まあ、それでもね、もう三千ゴールドを普通に切るっていう。で、九十九個売りの方をスクショ取り忘れたんですが、実際ね、三千ゴールド普通に切ってました。まあ、今はこんな感じに三千ゴールドは超えているんですけども、なんかさっきから結構買い占めというか買いダメが起きてるんですよね。 ああ、ほら、3000ゴールドぴったりぐらいで出し始めましたね、皆さんが。まあ、それをなんか買って売ってる人がいるみたいで、なんかさっきから安定しないんですけど、相場が。まあ、もうそれは置いといて、もうそれにしても、やっぱパープルオーブの値段ってめっちゃ悲惨なことになっていると。オーブの値段が3000ゴールド切るってマジやばくないっすかオーブといえば1個あたり5000ゴールドぐらいするさ、高級なもんじゃなかったんかいっていうね。 もう今ではこんなもんですよ、マジで。で、それをじゃあ素材にして作られる虹色のオーブはどんな感じかっていうと、はい、こんな感じ。1個あたり1万3000ゴールドぐらいですよ。バージョン5とかの時は1個あたり1万8000とか、ななら2万ゴールドぐらいしていたような気はするんですけども、ただ今ではこんな感じで。 一万、うおーこれなんか一万三千ゴールド切りましたよ。一個あたり一万二千九百六十九ゴールドっていう。いや、これは虹色のオーブ叩いてる人からしたらマジで涙目でしょ。まあ、実際には素材となるこっちのレッドオーブとかブルーオーブとか、こっちのカラフルシリーズが相対的に値段が下がっているんで、利益的にはそんなに影響はないのかもしんないけど、まあ、それでもね、安くなるって怖いっすよね。これまで貯めておいた虹色のオーブの値段も当然ながらね、利益減るわけですから、 まあ、どちらにしても値段が下がるっていうのは、あんましいいことではない。消費者からすれば安い方がいいかもしんないけど、まあ、ただ生産者からすればたまったもんじゃないですよね。 あとはバザーが死んでると言われているのが装備が売れなさすぎるということ。出品数こそあるけど、なんか全然売れないらしいんですね。まあ当然一部の装備は売れるんですけども、ただそれは人気なだけであって、昔と違って人気がないというか、今流行りでない装備に関しては全く 全く売れないらしいです。人気ないから売れないの当たり前じゃねって思うかもしんないけど、にしても売れなさすぎるらしいですね。まあこれは職人税から聞きました。まあ自分自身ね、いっちゃん人気があるやつしか錬金したりしないんで、まあだとしても、フラちゃんがいつも人気の商材やってるんですが、昔と比べてめっちゃいいものは売れるけど、あんましいいものじゃないというか、普通なもの以下に関しては、あまり売れなくなったかなって気はする。 で、オーブの値段が死んでいる理由なんですが、理由としましては単純に簡単なもので、装備が売れないからだと思うんですよね。基本的に最新装備とか、あとは最新武器というのは虹色のオーブ使います。 直接は使わないんですが、超妖精の火種とかその辺で1個あたり30個も使うわけですよ。虹次オーブまあ1個というか1回作るだけでですね。まあ、大成功すると妖精の火種ってかける10でできますからまあ。それで計算すると1個あたり、妖精の火種というのは虹色のオーブ3つが詰まった。まあそんな感じになってるわけなんですね。まあ、その他にもなんかまあもろもろ使うところはあると思うんですが、それぐらい虹色のオーブって結構使ってるはずなんですよ。なのにもかかわらずそんなに。安い とというこははやはり装備が売れてないから装備が売れないということは虹色のオーブとかその辺が消費されないということはみんな売れなくてどんどん安くなってくるということ需要よりも供給の方が多くなっちゃっているということですねまあそんな感じで単純に 装備が売れないというだけで、虹色のオーブとかその辺はどんどん安くなる。で、当然ながら、レッドオーブ、ブルーオーブ、その辺なんかも、当然使われなくなるというか、需要もなくなるわけですから、どんどん安くなると。その負のスパイラルに陥る。そうなってしまうわけですね。もうちょっとなんとかしてほしいですよね、この辺は。 で、あとは装備が売れない問題に関してなんですが、これに関してはね、ちょっと色々とある。まず一つ目の理由としてが、ゼルメアとか防衛軍の登場によって売れにくくなったということ。 まあこれに関しては非常にありがたいコンテンツではあるんですがやっぱ装備が売れないということにちょっと影響しちゃうかなっていう感じ例えば移動速度9%とか6%とかそれらを手に入れば基本的に足ってバザーで買わなくていいんですよ最近あまり転びとか使ってくる敵っていないじゃないですか まあ最近運営がね、ちょっとずつ追加してはいるんですけども、まあ、ただ基本的には移動速度6%とか9%がめちゃめちゃ汎用的なんで、その辺をつけてる人が多いので、昔と違って足を買う必要があまりなくなったということ。 ただ体下とかに関しても毒ガードとか、で、あとは体勢一つぐらいに関してはゼルメアとかで出るんで、それが出た際にはバザーで買う必要がなくなるということで、防具に関してはもう体下と足というのは、エンドコンテンツとかガチガチに行く人は買うかもしれないけど、その他以外の、例えば、 エンドコンテンツとかあんまやんない人にとってはそんなに買う必要ってないんですよねなんなら全身ゼルメアでもいいぐらいの感じになってますしであとは武器ですね武器に関しては例えばブーメランとかに関しては賢者で持ったりする場合にはもうこれは防衛軍さん一択みたいな感じっすよね例えば呪文速度18%とかまあこの辺なんか買ったらえぐいっすよ、まあ、なので防衛軍で狙ってで無料で手に入れたりとかその他にも海賊とかで持つ場合だったら別に攻撃力の埋め尽くしとか無理に買う 必要もなかったりはすするんですよね本当にガチガチに大砲のダメージ上げたいって場合には攻撃力ね、いっぱいついたのがいいんですけども、まあ、ただ、敵によっては魔法解除ついてた方が強かったりとか、まあ、そんな感じだったりもするんで、なので、防衛軍の登場によって武器って、やっぱちょっと売れにくくなったっていうのもあるんですね。 ま、なので、装備が売れない理由として、白箱とか、で、あとは防衛軍、ゼルメア、まあ、そんな感じのコンテンツが追加されたおかげで、ちょっと売れにくくなってると。だ理由その2としては、人口が減少したっていうこと。まあ、これは結構あると思っていて、単純に人口が減ったことによって、勢いがなくなったということですね。昔と比べて、ブロガーさんとか、で、あとは配信者、配信者に関しては増えたかもしれないけど、まあ、ただ、情報を発信してる人って、やっぱ減ったわけじゃないですか。バージョン2とかバージョン3の時だったら、 新ししい防具武器が出ましたそしたら、こういうのが買い時やぞとか、まあ、こういう考察がーとか、なんかいろいろあって、それで宣伝する人が多かったりとか、であとは単純に人口が多いので、周りを見渡して、あ、なんか新しい装備着てる人がいっぱいいるっつって、あ、じゃあ俺も買おうみたいな。だと人数が多いから、声とかも大きくなるじゃないですか。これ強えぞとか、あれが弱えぞとか、まあ、そういうことでバザーが動きやすかったりとか、あるんですが、まあ、今ではね、まあしょうがないですね。さすすがに12年目の MMO ですから人口 やっっっぱ減っちゃってるわけですよ、まあ、それでもじゃあ破滅的に人口が減ったかというと、まあ、全然もう12年目にしてはめちゃめちゃ多いんであれですけど、ま、ただやっぱ当時と比べてしまうとだいぶ減ったということでそれで周りの声とかねあんまりこう聞かなくなっちゃったりとか。 ブロガーさんの情報が減ったりとかまあ、そういうことでやはり装備が売れにくくなってるのかなって感じはするであとはこれ最後の理由として一番でかいと思うんだけど敷居の低い難しいコンテンツが皆無になったということバージョン2とかバージョン3の時って敷居が低くてめちゃめちゃ難しいコンテンツってたくさんあったんですね例えば代表的なもので言うとこちらのダークドレアムであとは新最悪の王とかこの辺なんかは誰でも参加できる上めっちゃめっちゃ難しいコンテンツ だったであとはこちら邪神の宮殿とかこの辺であっても当時って20分制限時間があるわけじゃないですか今ってもうさ1分半とかなんなら1分未満ぐらいであっさり討伐するじゃないですか。 自分がほっぱらがしにしてても,でも昔ってそうじゃなかったんですよねみんながフルパワー出してギリギリ倒せるかぐらいの難易度だったんですねしかも誰でも参加できるオートマッチングなんでもう敷居も低いし、まあ、それぐらい難しいコンテンツで、まあ、敷居が低かったんですよであとは強ボスとかこの辺なんかも今強戦士で行けるようになったんですけどその前、まあ、現地に直接行ってた頃と,というのは、まあ、結構敷居が低くて今でいうエンドコンテンツよりかは、まあ、みんな参加しやすかったみたいな感じでしたねでそういうコンテンツって 初心者からしても生きやすいのでそれを快適に、ね、もっと簡単にで自分も活躍できるように装備とか買い足す人が結構いたわけですよ。自分もそうでした、昔は。エンドコンテンツとかそういう強いボスとかマジでやんなかったんでそういうコンテンツであなんか20分限界やならもうちょい楽に倒せねえかなっつうことで装備を買ったりとか。 まあそういう人結構いたと思うんですね。ところが今ではそういうコンテンツってマジで邪神とかだと1分半ぐらいで終わるんで別に全身ゼルメア装備でもいいわけですよ。だって自分が放置してても楽にクリアできるレベルになってるわけですからその他にも強ボスとかもうサポート3人雇えば一瞬で倒してくれるしまた防衛軍しかりもう適当にやってもね体性なんかなくてもクリアできるしそんな敷居が低くてめっちゃ簡単にクリアできるコンテンツに新しい装備を欲しいかと言われるとまあ必要ないんですよね。 なので、買う人がいなくなる。まあ、要するに、ボスを倒すためにみんな装備を買うわけですよ。まあ、ただ、それで必要性がないと感じるんであれば、買う人はいなくなるということ。で、まあ、いろいろ新しいボスって追加されますよね。最近であれば、深淵のトガ人たちで、強化のフラウソンとか、あの辺が追加されました。それで、じゃあみんな、ね、あの装備買うんじゃねえのって思う方いると思うんですが、これが買わないんですよね。まあ、さっき言った、敷居が低くて、 めっちゃ難しいコンテンツって、初心者も中級者も上級者もみんなやるんですよ。ところが、こういう強化のフラウソンみたいな、そういうものに関しては、これ、中級者のね、もうちょい上の人とか、上級者とかしかやらないんですよね。まあ、中級者、上級者と言いましたが、まあ、結局、エンドコンテンツに行く人しか買わないんですよ。一応、8人同盟バトルの方もあるんですが、さっき紹介した邪神とか、まあそういうのと違って、別に行く意味ってあんまなかったりするんですよね。断罪の指輪とか 作れるんんんですがこななもめめちゃめちゃゃ強いいボスに行かない限りは、ね、別に無人将軍の指輪の方が快適だしめっちゃいいわけですよ魔法職に関しても魔導将軍の指輪の方が全然いいわけだし、まあ、そうなると別にこの断罪の指輪って作る必要って、まあ、そんな無理して作る必要ないわけですねなのでエンドコンテンツとか行かない人からすればああ別にいいやってなるし まあそんな感じに最近追加されるコンテンツって敷居が高くて難しいコンテンツなんですよ。で、このゲームでじゃあエンドコンテンツしてる人たちが全体の何パーセントかっていうと、 まあ、およそ2%ぐらいと言われてるんですね。これは自分調べで、まあ、いろいろ統計取ったりして、他のブログとかでアンケートやってたりして、まあ、そういうのを全部まとめて、で、それで平均出したんですが、まあ、大体2、3%でした。ブログの低いところだと1%とか、それぐらいのところもあったぐらい。まあ、なので、エンドコンテンツとかやってる人って想像以上にいないわけですよ。なので、そういう敷居が高い難しいコンテンツを用意したところで、装備を買う人というのは、 全体の本当にもう1 2、2%ぐらいしかいないということなんで、全く装備が売れないわけですね。何回も言うようですが、昔は敷居が低くて難しいコンテンツを、まあ、写真とかを用意したんで、初心者プレイヤーとかも、ああ、なんか最新の装備とか安いやつ買ってみようかなということで、まあ、たくさんね、装備とか売れたわけですが、今ではそうではないと。であと、コインボスもね、だいぶ変わったと思う。昔ってコインボスってめっちゃ強いものだったんですよ。で、身代わりコインとかもなかったし、で、あとは値段も高い。 かったんで負けるわけにはいかなかったんですね、まあ、しかも アクセサリーって途方もないものだったんで、完成するの1年後かな、2年後かな、みたいな。まあ、なんならね、サービス終了まで完成しないんじゃねみたいな。まあ、そんなレベルでしたから、今と違って合成エナジーもなかったし、で、あとはテンポも悪かった。で、あとは単純につくものが多すぎて、狙ったものが付かない。ところが今では合成エナジーあるし、狙ったものつきやすいし、で、あとは4枚同時投入でバーンっていけるし、みたいな感じで。まあ、そんな感じなんで、身代わりコイン入れれば負けてもいい。で、あとはアクセサリーもすぐに完成する。そんな、 コインボスに、じゃ新しい装備を ガガチガチに買おううかと思うと思まあ、買わないっすよね。別にゼルメアのつなぎでいいやぐらいの感じになりますよね。まあ、体制とかね、ある程度買うのはまああるにしても、ただ昔と違って、バージョン2とかバージョン3って、まあ、あとはバージョン1とかね、そういう時って、まあさっき言った通り、途方もない、もうアクセサリーになって完成するかもわからない、マジで終わりが来ないようなコンテンツだったんで、そういうコンテンツに対してお金を払うっていうのはまあ全然あると思うんすよ。何回もやるわけですから、それを快適にするために、 たために、ね、HP21 の頭を買ったりとか、まあ、そういうことは全然あったんですが何回も言うようにそんな終わりが見えていて別に負けてもよくてみたいなそういうコンテンツに対して新しい装備は買わないっすよね、まあ、なのでコインボスに関してもやっぱ昔と違ってだいぶ変わったかなって感じはする考え方が、まあ、良くも悪くも誰でも簡単にアクセサリーを完成させられるようになっちゃったっていうのが バザー動かなくなった一つの原因かなと思いますね。まあ、そんな感じでバザーが動いてないんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと話はごちゃごちゃになっちゃったんですが、まとめると、ゼルメアや防衛軍みたいな無料で防具とか武器が手に入るコンテンツの実装が原因。二つ目が人口減少による勢いの減少。 3つ目が、敷居が低くて難しいコンテンツがなくなったということ。まあ今では敷居が低かったらめちゃめちゃ簡単なコンテンツ、敷居が高いというか、参加の条件が高かったらめちゃめちゃ難しいコンテンツのその2択になってしまったから、初心者プレイヤーにとっては別に装備を買う必要がなくなってしまったということで、この3つが主な原因なんじゃないかなと個人的には思います。じゃあどうすれば、これらを解決できるのか。 というと、え、じゃあ何無理して装備買えばいいんすかって、いや違うゃちゃちゃうゃち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 ゃい。ゃちが前みたいなゃち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 ゃのゃち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 ゃうゃち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 いちゃちゃちゃちとちゃ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 ちでちゃ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 ち 今だと誰でも参加できるコンテンツって大体簡単なんで放置してても勝っちゃうんでまあ昔ダークドレアム でノラの勝率っって多分40% 30%とか30ぐらいいだったんですねそれぐらい本当にに難しいコンテンテツになっていていなので、そういうコンテンツをやっぱり多く出してった方がいいと思う。例えば、パニガルムとかだともう手遅れですね、あれは。もう次元竜とか勝率 99. 何でしょう。うあんなものに新しい装備買う必要ないし、道中で闇ダメージ100%とか、その辺取ればいいだけの話になっちゃうんで、パニガルムはもうしょうがない。なら新しいコンテンツ。日課としてやりやすいような、まあ そういったものをもっと欲しいですね。はい、というわけで、こんな感じに、我々はもうどうしようもないということです。まあただ難しいからといって、守備力無視のワンパン即死みたいな、それを連発してくる敵に対しては面白くないんで、まあやっぱ昔のダークドレアムみたいな環境がいっちゃ面白かったですね。 はい、というわけでいかがでしたでしょうか今回はドラゴンクエスト10のバザーが終わってるということで紹介しました。いやーマジで最近ね、装備売れないらしいんでね。もう自分もちょっとつくづく感じてる。錬金したものが売れねえで。あとは二次オーブとかのその辺も値段も下がってるし。まあとにかくね、別にね、バザーが死ぬことで自分が困ることではないんだけども。まあただやっぱ衰退するとちょっと悲しいので。まあなのでもうちょっとね、こう、その辺をなんとか盛り上げられるような感じに運営は ししてほしいその他にも皆さんが思うバザーが衰退した理由とかあればぜひともコメント欄の方で教えてください今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは皆さんまた会いましょうさよなら